身であらすじを言ってあげてたけど、こうも感謝されないとモチベ上がんないよね。そうなの？なんか決まり文句かと思ってた。そんなことより、ちゃっちゃと謎怪人吹っ切ろうよ。うん、全ての真実を明らかにして終わらせよう。これが最後の小推理フィナーレだ。全ての始まりは10年前に遡る。統一政府はホムンクルス研究を管轄区の研究機関とアマテラス社に依頼したんだ。死んでも蘇るホムンクルスで不死の軍隊を作ろうとしてたんだっけ。そんなことされたら死神も廃業だよ。2つの組織を競わせることで研究の進展を急がせたんだけど、先にホムンクルスを完成させたのは統一政府管轄区の研究機関だった。そのせいでアマテラス社は焦っていた。そして3年前、ウエスカ博士の指揮のもとに最重要ホムンクルス実験が行われた。伝染病の検査っていう名目でカナイクの全住民から血を取って、ホムンクルスの特性がある DNA を片っ端から探したんだっけ。先を越されて焦ってたとはいえ、強引すぎで完全に死亡フラグだよね。結局その実験は失敗し、大量の血管ホムンクルスを生み出すことになってしまったんだ。血管ホムンクルスには2つの重大な欠点があった。1つ目は死ぬと肉体が再構築されて蘇るけど、知能が低下してゾンビ化してしまうこと。2つ目は太陽の光を浴びると凶暴化して、その間の理性と記憶がなくなるってこと。日頃から鬱憤を抱えてる酒癖の悪い社畜が飲み会でピッチャー開けた時と大体同じだね。いや、違うと思うけど。とにかく血管ホムンクルスは生み出されてすぐ日光で凶暴化し、そのままカナイクを襲って全住民を殺してしまったんだ。その間にあの仮面の男が大衆浴場を魔改造した雨雲発生装置を作って、雨雲でカナイク全体を包み込んだんでしょ。太陽が雨雲によって遮られたことで血管ホムンクルスの凶暴化は収まり、1週間前の採血された時点の記憶に戻ったんだ。空白の1週間事件ってのは、凶暴化して理性と記憶をなくしてた期間ってことだったんだね。つまりカナイク最大の秘密っていうのをまとめると、3年前にカナイク全住民の血管ホムンクルスが作られた。生まれた途端に日光で凶暴化した彼らはカナイクの全住民を襲い殺してしまった。その後雨雲によって太陽が遮られ、血管ホムンクルスは人間だった時の記憶を取り戻した。自分たちが人間じゃないことを知らない血管ホムンクルスたちは、雨雲で雨が降り続ける土地になったカナイクで人肉まんを食らって今日まで元気に暮らしていましたってことだね。色の血は雨のせいなんかじゃなかった。あれこそが彼らがホムンクルスである決定的な証拠だったんだ。これがカナイク最大の秘密の真実。